はい、始まりました。あのキャッチザドリームで、今回あの株式会社アクスワンと株式会社ヒューマンボイスで、ご提供させていただいております。はい、今回は、豪華なちょっとゲストをお呼びさせていただいております。はい、加藤隆さんです。ありがとうございます。大家好、我是加藤隆。なんて言ったか分かりますか？わかんないです。こんにちは、加藤隆です。中国語で。はい、はい、で、あのもう一人、あの僕が、知り合いで結構あの仲良くさせていただいている社長さんも来ていただいています。株式会社、カレンです。はい、はい、田村カレンさんです。はい、はい、よろしくお願いします。カレンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの番組では、はい、基本的に夢を追いかける人たちのためにあの情報提供をさせていただいているので、いい、少しちょっとそこのテーマに沿ってお話ができたらいいなと思っています。はい、今日はもうあのフリートーク、完全なフリートークになるんですけど、一応あの株式会社カレンズの田村さんの方が、まあ、加藤隆さんに、はい、あの質問を結構用意させていただいているので、はい、ここからちょっといろいろ広げていって、あのなんか授業相談だったりとか、ちょっとそこら辺もちょっとお話できたらいいなと思っています。はい、ちょっと早速質問の方からいきたいなと。あ、もう早速大丈夫ですか？はい、わ、はいはい、かりました。お願いします。はい、お願いします。ジャニーズじゃないんで何でも答えます。はい、じゃあ質問させていただきます。はい、はい、どうぞ。現役時代に食生活で気をつけていたこととかってありますか？勃起を持続させるための食生活とかって。正直言っていいですか？はい、ないですね。ないんですね。はい、お酒とかタバコに気をつけてたとかもないんですか？ないですね。そこは何だろう、まあよく言われますけど、喉仏と吸収は鍛えられないって、まあ、言われてるので、おそらく食い物とか関係ないと思います。あ、そうなんですね。はい、以前 AV 大夫のシミケンさんにお会いさせていただいたときに、まあ、あいつはあの嘘を本当のように言いますはい、筋トレをしていたというところ。そんなのしたことないですね。そうなんですね。はい、ないです、ないです。じゃあ生まれ持った才能ですね。どうですかね、学習能力だと思いますけど、仕事であれば。はい、まあ、僕らは、まあ、端くれの役者みたいなものなので、まあ、ただ性行為があるということぐらいで、まあ、だからそれはおそらく仕事していく中で学習してやっていくことだと思うんで、僕はだからあの誰でもできるんじゃないかと思ってます。特殊な能力ではないと。気の持ちようっていうことですか？どうだろう、僕はあの営業マンと変わらないんじゃないのかなって言ってましたけど。はい、要は営業マンっていうのは、まあ、例えば人のお家行ってこんないいものあるんですよ、相手の顔色を伺いながら、うんうん、お気に召していただけますかねみたいな、うんうん、まあ、そんな仕事ですよ、男優さんって。だから、うん、それがだから、まあ女優さんであり周りのスタッフとかであり、うん、なんかだから僕、健康っていうことに関しては何かを気をつけないといけないって自分が思ってる瞬間に不健康が始まってるんだと思うんですよ。だから本当に健康な人って何にもそういうことすら考えないじゃないですか。うん、だからそれが僕はベストだと思いますね。うん、食べたい時に食べたいものを食べて、寝たい時に寝て、そうですね、そうですね、やりたい時にやるみたいな。はい、だからなんだろうな、今の若い世代の人っておそらく僕らよりナルシストで、すごく体型気にしたりとか そうですね、して、僕はだからジムも通ってなかったですし、はい、そんな体は、だからそれは別に何だろう、エッチと関係ないですからね。はい、だから何度も言うけれど、あの、はい、逆にあのでかくすると体が動かなくてしんどかったり、男優さんに一番必要性があるものって僕は筋肉じゃなく柔軟性の方がおそらく、うん、そうですね、女優さんもそうですね、柔軟性が大事ですよね。はい、だからそのなんだろう、まあ、普段やらないとか、普段こんなのやないでしょみたいなこととか、すごい変な形とか体勢とかあるので、それは筋力というよりもなんかやっぱ体硬いとできないので、もしだからなんだろうな、まあそこはなんだろう、あの要はあのシミケンが言ってる食っていうのはおそらく自分をこう体作りをしていく中の食生活だと思うけど、僕はだから男優をやるためにっていうのであれば、別に食云々よりもとにかく硬くなると腰痛めたりとかいっぱいいたんですよ、やっぱり仕事でこう
なんかこう控え室なんかこうなんか腰ベルトみたいな、どうしたんだ、この間この間の現場でもめっちゃ変なのやってみたいな、やっちゃったんですよみたいな、だから柔軟性は必要だと思いますけどね。うん、体を柔らかくするためにストレッチとかをしてたってことですか。まあなんだろうな、まあだからそこは若干のスポーツとかだったり、はい、体は柔らかくあそこは硬くっていう、はいはい、はい、いうのが一応なるほどですねテーマで、テーマで、まあ、今もでもそうですね結局なんだろうな、硬くなっていくとやっぱり膝とか、まあね、おじさんたちもそう、膝痛い腰痛い肩痛いっていうのは、うん、大体こう固まっていくことで起こる現象なので、だから逆にあれですよね、ある程度の年齢を超えると筋肉をつけるとそういう現象が起こりやすいので、あんまり本当は良くないんだよね、普通に生活していく人は。だから僕らはどうしても裸をこう取られる仕事なので、うんうん、それはまあ見栄え的なもので、うんうんうん、あくまで言ってることだと思うんですけど、でも僕らの時代って太っちょの男優さんもいたし、うん、もいたね、痩せもいたし、うん、もうなんか気持ち悪いのもいたし、まあそれがみんなこうそれぞれこう役の個性みたいなことなので、みんなでも今なんかどっちかというとみんながもうなんかすごい体出来上がっちゃって、逆にああいう体型じゃないと男優なれないんじゃないかと、もし見てる人が思ってたら、そこはあまり一般の人のためにはなってないのかもね。俺は誰でもなれますよって言ってるんで、はい、なるほど、営業マンの気持ちを持って、はい、立ち向かえるんであれば、できますよっては言ってますけどね。どうせモザイクは入れるんだからごまかせんだから確かに重要なところはそうですよね。そう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 、うん、このモザイクじゃないからね、日本ね、モザイクの中は結局は見えないから、だからある程度、だからそればっかり気にしてるより結局やっぱり女の子に嫌われたりとか、スタッフに好かれなければ僕らの仕事ってないので、なんかやっぱりその素人の人たちはきっちりなんか物もいいもの持っていて、体もマッチョでなんかちゃんとできるっていうのが男優像って思ってたら、そこはちょっと違うかもしれない。そんな風なやつでも結局なんかこう女優さんに好かれて、先輩のスタッフみたいなのね、こうタオル頭に巻いてこう汗かきながらやって、なんだやつだ、なんか名前言えばダメだなあれみたいなことになると、はい、もうそういったザンザンみたいな世界なんで、やっぱり人に好かれないと、あ、やっぱそうなんです。はい、それは女優さんも含めて。なるほどなるほど。体作りより心を作ってきてください。素敵な職業ですね。はい、そうですね。日商売ですよ。気になったのが、はい、今加藤隆さんは今の活動はどういうことを今いろいろされてるんですか。今は、はい、そうですね、まあ、コロナでちょっと、はい、実動が変わってる部分もあるんですけど、はい、コロナになった時から LINE さんの方で、お悩み相談をさせて、はい、その前にサイバーさんでもやってたんですけど、はいはいはい、まあ、どっちかっていうとそれも大体皆さんなりやりたい人とかが応募して審査を受けて、許可もらってやるみたいな人多いですけど、僕の場合はどっちかっていうと声をかけられて、はい、ぜひぜひうちでやってくださいっていう、はい、なるほど。それはだからやっぱりLINE さんとかすごくやっぱり見てて、僕の活動とかでも、はい、そのセミナーとか講演会とか、はい、そういうことを結構やっているっていうのを知っていて、実は一般の AV 見てた人の方が僕が辞めた後、はい、何やってるか意外と知らない。そう、知らないですね。大企業の人の方が見てます、はい、だから、はい、僕の今の活動みたいな。なるほどなるほど。こんにちは。こんにちは。こんにちはとか言ってもいい。あ、大丈夫です。もう全然大丈夫です。もうフリーなんで。はい。そうなんですね。そうですね。だから今は、まあ、コロナ前からそうですけど、セミナーとか講演会は確かに多いですし、はい、まあ、体験データをもとに、やっぱりお悩み、今の方たちのお悩みとか。あとは私もお悩み相談やってるんですよ。なんか近い。はい。僕、あとは海外ですかね。あ、はい、中国、台湾、香港、うん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 、もう年に 4,5 回ぐらいは行ってましたね、コロナ前は。今は行ってない、はい、今だから行けないじゃん。まあ、そうですよね。まだもっと解禁してくれないとお互い様なんでしょうけど、はい、じゃあなんかタカさんの商品のなんかラブグッズとかそういうのも商品売られてるんですか、海外とか。そうですね、僕海外はだから、はい、まあ、本当にタレントさんと一緒になっちゃうんですけど、向こうで
はい、契約、商品の契約とか、はい、コマーシャルとか、イメージキャラクターとか。へえ、はい、じゃあテレビ出演とかももちろん向こうでは、はい。中国語を勉強されてもう喋れるぐらいなんですか？いやいや、全然挨拶程度です、さっき言ったぐらいの、はい。でもそれでもほら結局日本にもハリウッドの映画の俳優さんとか来て、はい、皆さんこんにちは、言いますね、今日はよろしくとか言うだけでも、はい、おーとか、確かに確かに、それと一緒です。それだけで好感度持ってますよね、はい。だからさっきの自己紹介程度でも喜んでいただけるので、はい、うん、そうすると結構やっぱりこうなんだろう、受けがいいですね、はい。それはバンコク共通だと。なるほど、なるほど、はい。まあ、ただなんだろうな、中国とかは、あ、香港はね、僕香港映画3本ぐらいも出てるんで。そうなんですね、知らなかったです。はい、映画が香港は多いですね。そうなんです、はい。いいですよ香港映画。まあ、なんだろう、やっぱりここ10年ぐらいやっぱりこう日本がやっぱりこういろんな面、例えば日本の映画だと、お金がなかなかないとか、お金使えないとかってなってるけど、向こうはバンバン使ってもらったり、僕もまあこっちでもいろいろ CM とかそういうキャラクターの仕事させてもらってますけど、まあ向こうの方がいいですよ。そうなんですね。ガイタレ扱いなんでいいですよ、はい。かけられるお金も違ってくる。人口10倍以上いるんですから。ね、確かに。13億も14億もいるんですよ。確かに。なんかそういうこう展開するときってやっぱ結構日本からだと、まあ、難しいっていうか知識がないとやっぱできなかったりすると思うんですけど、まあ、そういうのとかってどういうこう切り口で、その要は海外だったりとか、いやでも僕は別に開拓者ではないので、はい、たまたま僕の場合はその90年代の終わりぐらい、まあ、2000年ちょっと前ぐらいに、まあ、日本の男子の7割が見たって言われてる比企伝授っていう How to ビデオを作ったんですね、はい。それは当時の日本男児のまあ6、7割は見たって言われてる。でそれが当時はやっぱり今はなくなったんですけど、その2000年前って海賊版って言われるもの、はい、コピーですよね。海外に流れて日本の AV もそうだし、僕のも、はい、で香港の屋台とかで普通にこう売ってたりとか、それはもう変化された後、全部、はい、ダメになって回収されちゃったんですけど、だから僕のそれが要は中華圏にも全部流れてて、はい、中国の方たちも、まあ、だからそのコピー版を見てて、勝手にだから僕の知らないところで僕が向こうでは有名になってたんですね。なるほど、はい。で僕が行く前にそのやっぱり青い空ちゃんが初めて行った時も、やっぱり自分も中国でどのぐらいその AV 女優や青い空が人気あるのか知らないで行ったら、とてつもない人気があったで、僕もそうですけど、実はだから日本人が思っているより全然日本のことが詳しいし、日本のこと皆さん知ってるし、でやっぱり AV は特別ですね、中国の人。例えば普通の映画の俳優女優は中国にもいらっしゃる。そうですね、日本にもいます。でもAV 関係者は日本にはいるけど中国にはいないわけですよ、はい。だからそれは人気になりますよね。そうですね、だからそれは台湾も、あ、でも台湾は去年ぐらいからアダルト解禁になりましたね。あ、そうなんですね、はい、へえ。だからその国内事情がいろいろあって、いろいろルールが変わったり、はい、はい。だから僕は結構このまま行くと日本の AV が台湾 AV に、はい、台湾人の子可愛いですもんね。あとなんか、なんかちょっと興奮しません、はい、台湾の女性とか。なんかやりますね、はい、なんかね、はい。まあ、でもパッと見はそんな変わりはないよね、うん、同じアジア人だから、はい。でもやっぱりこう日本語じゃない言葉とか、日本人じゃないんだみたいな、なんかね、確かに。だからこう追い越されないように、はい、今の AV 業界の人も頑張らないとなと思うんですけどね、うん。 AV どんどん厳しくなってきますよね。そうなんですよね、 AV 規制法みたいな。僕にご意見を伺いに来る人一人もいないんですけど、ね、どういうこと、そうなんですか。意外とないんですよ、はい。なんかね、はい、まあ、いい意味でも悪い意味でも言うんですけど、辞めた人にあんまりなんだろうな、なんもない業界 で、 そうです、ね。まあ、今のことだから今の人に聞くみたいな感じなんですかね、今出てる人は。なんだろ
OB、OG にあんまり興味ないんですよね、はい、現役でやってるから、はい、まあ、関係性があるみたいなことで、まあ、女優さんも意外と辞めちゃうと AV 業界とあまりつながりが、まあ、僕もそうですけどあんまりないですよ、辞めちゃうと。お呼ばれもないですし。そうなんですね。ないですね。なるほど。だから所詮現場に行ってなんぼなんですよ、男優さんって。女優さんみたいに何だろう、その全国回ってあのビデオショップでサイン会とか、秋葉原でなんかチェキ1枚1500円とかね、ああいうのも僕ら男優はないんですよ。なるほど。確かに見たことないです。そうなんです。質問溜まってません？はい、溜まってます。なんか見る、ここから見るとめちゃめちゃこれ時間内に無理だろっていう量が書かれてるんですよ。まあちょっとちょっとずつつまみながら絶対無理だよなって。1個でも多くこなしましょう。意外と長いんです。1個でも多くいきましょう、はい、どうやって上手くなって、どうやって女性の体を研究したんですか？あ、うん、だからこれは皆さんもできることなのであえて言いたいんですけど、うん、僕だって普通に暮らしてた青年なので、うん、まあ、もちろん初めての現場もありましたし、うん、知らないことだらけでしたけど、うん、やっぱりなんだろうな、疑問を持つことが大事だと思うんですよね、うん、例えば男性と女性は体違う、うん、ついてるもの違う、うん、でもそのただついてるものだけが違うわけではないのかなとか、うん、ものの考え方とか、うん、まあ、そうするとそれに疑問を持って答えを出していくと、今度それはある意味ツボであったり、芯、うん、を食ってるとか食ってないみたいなことになると思うんで、やっぱりたくさん疑問を持つことだと思います。なるほどなるほど。なんか決めつけて話す人、今の人って多いじゃないですか、うん、私こういう人なんですよみたいな、うん、知らねえよみたいな、確かに。だからではなく、やっぱりこう人ってやっぱり計り知れない才能を持ってたり、はい、ある意味自分のことでも自分で知らないこともあるじゃないですか、うん、そうですね、はい、確かに。なんか僕なんかやっぱり現役時代言われると、今日なんか私新しいとこ発見ありましたみたいな、うん、はい、だから自分でも、あ、そんなところが気持ちいいのかって分かってない人とかも、女性って結構自分の体分かってない人多いですね。で、結局性的なことってどんな学術書を何百冊読もうが、結局体験学習、そうですね、体験していくことしか自分は分からないので、だからやっぱり常に疑問符を持って、例えば女性が行く行かないみたいな、それって一体何なのみたいな、そこは子供チックでいいと思うんです。でも疑問を持つことで、そうするとその疑問の答えを出そうとするとめっちゃ情報がいるわけですよ、うん、そもそも女の人の構造はどういうふうに、どこに何があってどうなってるのかとか、そういうことを今度医学的なことも知らないといけなくなってるし、あ、ここは100人みんな違うんだとか、あ、ここはみんな一緒なんだとか、だからやっぱり僕はなんか知ってる知ってないじゃなく、自分がやっぱりこう知ろうとする、はい、疑問をたくさん持って知ろうとする努力ができるやつが最終的に上手になるし、女性のことをたくさん知れるやつだと思うんで、今知らない人が一番いい。正しくない情報をめっちゃ持ってるやつとか結構いるから、だからこうですよ、いや、それ違うんじゃないの、みたいな、一人一人違いますね、そうそうそう、気持ちいいポイントとかも。そうなん、コミュニケーションが大事ですよね。いまだにでも女性だって鼻大きい男性はあそこ大きいでしょとか言われます、フルーとか思ってまだそんなの信じてんのみたいな、あるじゃないですか、そういう直接みたいな。僕全部検証してますから直接は、まあ、ほぼ当たってないですよね。あ、さっきおっしゃられた耳、そう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 、ほぼ当たってないですよ、ね、男はね、鼻じゃなく足の親指です、一番近い。え、そうなんですね。足の親指がどうだとこれ聞いてる人だけ得してます。へえ。だからもう今季節柄、由比ヶ浜いて B さん履いてるお兄さんたちの足の親指見ると分かります、でかければいいんだ。そうですね、長いとか太いとかあるじゃないですか。なるほど、はい。へ、皆さん由比ヶ浜行って B さんのお兄さん調べてください。え、長いと長いってことですか？長いですね。へ、太いと太い。あ、太いと太くて、例えばあと太くて短いとか、はい、特徴がもう出てる。左とか右に曲がってたら、そこはどうですかね。でもなんかまっすぐの人って1割2割しかいない。そうですね、はい、あ、まっすぐの人、うん、僕見た人であれですよ、本当に
あのなんだろう、 こうこっちしか曲がれませんみたいな、こういう矢印あるじゃないですか、うん、ああいう風になる人いましたよ。90度にこう、あそこが、あそこがこう、いや私もいました、前前いました、こういう人、うん、うん、どう入れ、だからああいう人は正面から行けないのかなと。え、そう、最初こう横向きになって、ね、ここからこう行かないとね、そう、バナナあるじゃないですか、バナナ上に曲がってるじゃないですか、それの左バージョンみたいな、それレベルで曲がってる下バージョンとかね、いろいろ、うん、じゃないとしたら自分はもう1割のいい感じのやつだと思ってればいいです、うん、ラッキーだみたいな、逆に、意外とね、よく見ると、はい、ドまっすぐの人って意外に少ないですね。はい、何の話ですか。じゃあ次行きますか。次行きますか、はい、もう経験すっごい豊富だと思うんですけど。ありがとうございます、はい、変わった性癖とかってあるんですか。変わった性癖、僕ですか、はい、あ、僕はね、至って普通だと思います。うん、はい、シミケンみたいに変態じゃない、ないですね。うん、僕はだからそのやっぱり男優さんになりたいっていうその発想を持った時に、まあシミケンから聞いても、まあシミケンはあのそれこそマツコと仲がよくて、うん、あの君のその性癖を満足させてくれるのは、うん、AV 業界しかないと思うよっていうマツコの一言で、確かに確かに、はい、みたいなことなんですけど、うん、僕はそもそもがもともとカメラマンで、あ、撮る側のスタッフにいた人間なので、ね、だから兵器がどうこうとかではないですね。どっちかっていうとバリバリ体育会で、はい、会計で、はい、なんかあの、あれですね、AD ノリでやらされたみたいな感じです、ね、なるほどですね。なんか例えばなんだろう、ラジオだから見えないけど、なんかこれだけのシーンみたいな、いちいちお金かかるからなんか呼べないみたいな、はいはい、だそうするとお前ちょっと洗ってこい、そんなノリです、今だともう完全にもうアウトみたいな感じです。なんかもう AD とかその辺にいる人だと、お前ちょっと洗ってこいシャワー行ってみたいな、俺無理っすよね、いいんだ、いねえんだ人みたいな、黙って立ってろみたいな、はいみたいな、そんなスタートですね。僕はでももう35年以上前なんで、それがそんな時代ですね。世の中全部がそんな感じの時代です。女子の命令でとか、確かに確かに、はい、そういう感じ、そうです、ね、今じゃアウトなんでしょうけど、うん、すぐ叩かれる。そうです、だから僕はもともとスタッフで入ろうと思ったんですけど、どうも周りのスタッフには、うん、こいつは裏方が顔じゃねえなと思われてた。ああ、なるほど、確かに確かに、はい、で、その先輩のカメラマンの人が、はい、お前だからもう本当に僕もうなんかあの10円ぐらいしかなくて、はい、1週間暮らしてご飯食べれなくて、やっとこう張ってその業界に入ってバイトさせてくださいみたいなので入って、バイトできバイトで1万円もらえますかみたいなことで食いついていこうと思って、内容を伝えられる撮影現場の、はい、だからもうなんか周りにひたすら気を使ったりとかして、だから初めてやった仕事が女優さんにバスローブをかけるっていう。そうなんですね。今日はお前カメラマン志望だけど、まあカメラマン志望だったんです、うん、はい、でも最初からカメラとか生意気言うの、うん、AD やれ AD、はい、何でもやりますみたいな、うん、で何やればいいですかって、うん、まあ別にお前撮影現場入らなくていいから、ね、うんうん、のさ初めてなんだから、うん、あのいいから、あの扉の向こうからカッとって聞こえたら、うん、もうバーッて井の一番に入って、うん、あの女優さん裸だから、うん、すぐそれをこう隠しちゃいなさい、うん、このバスローが、やっぱりもう女優さんは気を使わないといけないんだなみたいな。それだけの役だったんですか。そうです、そうです、あとはお片付けです。はい、でもやっぱりそんな一個のことでも、うん、あ、こういう AV っていうのは女優さんが一番だと、うんうんうん、で女優さんに気を使わないといけないんだっていうのを、うん、もうスタッフ側の方で学習していたので、うんうん、だから逆にそこは目につきますよね、うんうん、だから自分が男優をやっていた時に終わってカット、お疲れね、ありがとうねってティッシュ持ったりしてこう汗拭いたりとか仕上げてるときこうやってやってるのに、 AD がそのバスローブとか持ってこないと、うん、おいみたいな感じになります。だって俺が言われたことをやってないんですよ。確かに確かに。え、じゃあ実際に言ってたんですか。え、実際そういう役回りがちゃんとできてないと注意してたんですか。でもいなかったね、あまり。うん、あ、なるほど、うん、
やっぱりその辺はできてますよ。やっぱり一番最初に、うんうん、もう男優は気付かなくていいから女優さんに気付かないって、うん、俺たち気付かれてもらってないんだみたいな、なんかそうなんですよ。あ、だからやっぱりなんだろうな、何の質問でしたっけ喋ってるといつも忘れる。変わった性癖はありますか。あ、俺ないんですよ。だからとにかく言われたことをきっちりやるみたいな、うん、本当にある意味だから、その僕はだから性癖ある人羨ましいと思うんですよ。うん、私も思います。特にないですよ、はい、性癖があってないです、うん、もしかすると僕の性癖はこの業界で仕事すれば満たされるのかもしれないとか、うん、何かがあるのかもしれないみたいなのが、うん、そもそもなかったんで、もう一からずっと仕事として入ってる身だったので、うん、だから全然もう裸を見るみたいな余裕もなかったですよね。だから、うん、もうとにかくカットバスロープね、うんうん、カットバスロープ、うんうんうん、みたいなもん、だからもう全然その裸のイメージもできてない。結構そういうパターンはあるんですか、加藤隆さんみたいな感じで、まあ、そういう、こう AD とかカメラマンで入ったけど、こう思ってる人います。あ、いるんですね。そうなんですね。もともと AD やってて、はい、吉村拓っていうのが AD をやっていて、はいはい、まあ、そこからスタッフ辞めて男優に。あ、やっぱそういう形もあるんですか。はい、AD から男優。まあでも本当に長くやってましたけどね、やっぱり。でもやっぱりそのなんかどんな世界か、意外と皆さんにとっては作品は見てるけど、はい、その撮影現場ってどういう空気感とか、うん、どういうことでやるとか、まあ、ある意味神秘的な部分もあるじゃないですか、うんうん、はい、やっぱりスタッフで入ってる人間って神秘はないわけですよ、うん、いつも見てる光景なので、うん、あと自分の適性の問題だけじゃないですか、はい、AD と男優は違うよな。でやっぱりその苦労も逆に見ているので、はい、大変さも大変っすねみたいな、だからそこに飛び込む勇気は必要だけど、まあ、その一般の人が分からない世界に入ってくるみたいな感じではないかもしれない。あ、だから単純にその裏方と裏表側みたいな違い、でもこれは運転の差じゃないですか。確かに。だってスタッフがガヤガヤ映ってるってないじゃないですか、AV で。確かに確かに、ね、うん、昔のトンネルズの番組ぐらいでね、確かにスタッフが容赦なく映ってるみたいな。だから基本映らない、そのぐらい違うことなので、うん、そこは勇気はいると思うけ ど、 なるほど、やっぱりどういうものか分かんないから、うん、勉強せんとなみたいな姿勢の人は、うん、まあだから僕思うんですけど、今やっぱりあと10年後に男優がいなくなるんじゃないかみたいな。あ、うん、まあ、今もめっちゃ少ないらしいです、現役の時から言われてたんですけど、女優さんって年にね1000人以上レビューしてるんですよ、うんうん、ああそうなんですね。でも入っては消え入っては消え、でも常にそのローテーションが、あ、そんなにすごいですか、常にその時代の若い女の子がいるわけで、うん、はいはい、でも男優さんって専門職だから、はい、やっぱり長くやるし、そっか、はい、100人もいないんでしたっけ、100人もいないんでしたっけ、男優さんって。いないです、いないです、ね、でも僕いた時よりはまだ増えてますね、3、40人でしたから。うん、はい、僕がだから入ったの1988年、生まれてないでしょ。生まれてないです、ね、生まれてないです。私たち1998年ですから、88年の時にはもう20人ぐらいですかね、はい、まあ、作品の数も全然今と規模が VHS でしたし、はい、VHS は分かりますよね。いや、分かんないです。ディスクってことですか。あ、VHS は分かんない。いつ、それは分かります、はい、分かるでしょ。はい、分かります。でもそのぐらい変わるわけ。ついこの間まで VHS のテープを入れて、うん、はい、見てた機器が DVD なり MD なり 3D になり、4K なったり 8K なったりさどんどん変わっていくわけね、はい、でそれがもうなんか形がなくなってもうダウンロードになってるわけ。そうですね、だよね、でも元はやっぱりそのアダルトビデオっていうぐらいだから、うん、ビデオテープからスタートしてるわけですよ、うんうんうん、その VHS、まあ、2000年までVHS だからね。あ、2000年で意外と最近なんだよ。あ、うん、だからみんな子供の時はおそらく自分の子供の番組とかでも普通にあの VHS をテープで見てた人が今の20代の人たちだから、うん、だから知らなくはないんだよね。うん、そのぐらい変わってんだよね。変わりましたね、確かに。今何の質問だっけ性癖からちょっと広がってまた違う質問してもいいですか。いいですよ、はい。私普段自分で会社を運営しながら、はい、ED とか AGA の専門クリニックでも働いてるんですけど、そうなんですか、はい、その勃起を持続させるために ED 薬とかに頼ったりしなかったんですか。
高さん。というか僕はだから ED 薬が普及する前のだいぶ。ああ、そういうこと、はい、気合根性世代ですね。いけるんですかね、薬に頼れない。確かに薬がない。確かに、はい、だから今の人たちよりはそういう意味ではメンタルがおそらく、うん、そうですよね。あと僕は、まあ、外部で自分の仕事として、うん、その ED 薬になるべく手を伸ばさないようにしましょうみたいな、うんうんうん、活動というほど大げさなものではないんですけど、うん、やっぱりそのなんだろう、隠れて飲んでる人もいるらしいんですよ。そうですね、うん、今僕らの時代はないし、うん、そもそもなんかなんだろう、処方箋でしか手に入らないとかっていう時代だったので、うん、そうですね、うん、なかなか。でしかもそのやっぱり高かった、はい、最初、うんうん、1錠2000とか3000とか、うん、はい、今もそのぐらいするのかな、やっぱり正規で並行輸入とかじゃないと。安かったら1000円以下ですね、まあ、あ、後にね並行輸入で、うん、でもその並行だと混ざり物があるから、うん、いずれなんかみんなそのやっぱり隠れて飲んで現場で具合悪くなって救急車で運ばれちゃってる人とかもいるんですね。でそれを聞くとやっぱりそのなんだろうな、まあ、僕もそのセミナーとかやるときに言わせてもらうんですけど、やっぱりしっかり対面でお医者さんと相談をして、うん、で会うものを称されてるっていうのであればあれだけど、うん、やっぱり男優が仕事のために使うっていうのは、うん、まあ、よくないと思うんですよ、うんうん、そういうためのものではそもそもじゃないのにED 薬飲んでるみたいな。だってさ、そもそもバイアグラってどういう人のために作られた ED 薬か知ってる？いや、わかんないです。あれは糖尿病の人に のために作ったんだよ。そうなんです。糖尿病の人っていうのは海綿体に血液が流れないから勃起不全を起こすわけ。そうですね、なるほど、なるほど、うん、でそれを促進するために作ってるものなの。なるほど。だからそれを単純に、はい、五体満足で健康な人が飲むことがそもそも必要性がないわけですよ、うんうん、それをなんかこう今日は今晩勝負だみたいなことで、はいはいはい、元気な若者もなんか、うん、だから それはもうそもそも薬が作られた趣旨とどん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 違うことになってるから、うん、でもそういう方向に受け止められてるじゃないですか、うん、これは医学界も問題あるけど、やっぱりちゃんとやっぱり使う側はそのリスクと副作用とかもちろんあるので、ちゃんとしっかり調べて、で今なんか別にネット社会でさ、なんかお薬でもちゃんとご丁寧に説明が入ってたり、ネットで調べるとちゃんと出てくるやつ、正しくこんな副作用ありますよとか、これは何のお薬でございますよとか、だからやっぱりそれを理解して服用しないと後でそういうリスクが来て、まあ、僕の知ってる人では心筋梗塞で運ばれた人とか。そうなんですね。だからえ、バイアグラでですか？バイアグラで、それは心臓弱い人は、はい、まあ確かにそうですね、よろしくないですよっていう注意書きがもともとあるわけだよ、うんうん、そもそもそうですね。心拍数がやっぱりとんでもなく上がるし、血圧も200とかまで上がってしまうので、うん、だから本当に心臓に負荷がかかる人は使っちゃダメなんだけど、うん、あ、なるほど。だからその辺がちょっと認識が、ね、確かに、うん、だからちゃんとお医者さんと相談して、あ、じゃあシアリスがいいですねとか、うん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 、ちゃんとその体に適応したものを処方してもらう。そうですね。でもなんだろうな、まあ、その ED のやっぱり原因の7割はストレスって言われてるような時代だから、っていうことは自分でそうならない方法論も逆に言えばありそうじゃないですか。確かに確かに。そこはなんか話せていければなとは思ってはいますけど。最近若い人も ED の人すっごい多いです、ね、うん、20歳とかでも多いですね。なんかおじさんの方が元気らしいよ、俺も。あ、そうなんですか。そうなんですか。若者の方が元気ないらしい。やっぱですかね、装飾化してるからですかね。そうなの。なんだろうね、なんかそのデータでもね、デートしたことないっていうのが4割いるとか、やっぱりそのオスメス機能が衰えてるのかなとかって思っちゃうよね、単純に。あ、なるほどですね、うん。だから俺思うんだけど、なんだろう、まあ、平和ってすごいいいことなんだけど、うん、でも例えば隣の韓国でいまだに徴兵制度があって、うんうん、軍隊行くわけじゃないですか、はい、20代になると、はい、日本人そんなのないじゃん。ないですね、うん、やっぱりそれはもうすごい大変なことだし、ハングリーなことだし、はい、やっぱり野生の本能みたいなのも、はい、もちろん軍隊だから必要だから、はいはい、やっぱり聞くと韓国の男性やっぱり強いよね。
なんか激しいって言いますよ。日本人はやっぱりそういうのないと、うん、もう自分の趣味とかのんべんだらり、うん、そうすると性欲っておそらく衰えるんですよ、うん、満たされると衰えるんですよ性欲、うん、でも例えばお金がないとか例えば忙しくて寝る時間がないとか、うん、それも睡眠欲じゃないですか、うん、あとやっぱりお腹いっぱいにご飯食べられないっていう食があったりとか、うん、そういうなんかオスの本能として欠けてた方が上がるものなんですよね、うんうん、確かに。だからいやいや全然8時間寝てますよ、3食がっつり食っていやいやいいもん食ってますよ、うん、みたいなやつは衰えていくんですよ、うん、確かに、うん、仕事とか頑張ってる人の方が性欲あったりしますよね。そうそうそう、オタクはダメだね、うんうんうん、あだからほらオタクはそのままなんだろう、鬱っぽくなってたりとかすると鬱、うん、の一番分かりやすい男性の症状だから勃起不全、うん、あそうですね、鬱の人も結構来ます。そう、うん、鬱とか糖尿病の方その辺はねめちゃめちゃし調べた、なるほど勉強させてもらいました、へえ、まあ、だから本当は何だろう、やっぱり薬に頼らないようなやっぱり自分を作っていくことも、まあ、それはいいじじいになっていよいよ言うことを聞かないなっていう時は、はい、まあ、それはあの体に合わせて使ってもいいとは思うけど、やっぱり若いやつが使うべきものではないのかな、うん、壊れていきますよやっぱり、うん、確かに。そうすると日本チームも、まあ、世界中の人もそうだけど、それは別に勃起薬に限らずどんな薬でも、例えばこれ飲むと頭痛がピッて止まると思うと、ちょっと我慢できるレベルでも飲んじゃうわけで、飲んじゃいます、すぐロキソニン飲んじゃいます。だから依存性があるわけです、うん、薬物って、うん、その悪いものじゃなくても、うん、合法のものでもその処方されたものでも、うん、やっぱりあると頼ってしまうものになるので、うん、特に ED 薬なんかはやっぱりこう一回使ってしまうと、うん、やっぱりこう頼りにしちゃうがちなものなので、確かに。だからやっぱり あまりそこの依存性を上げない自分を作っていくことも、うん、全然そんなのいらないよ、もう自力で頑張りますよみたいな、うん、俺がそうだけどだからそういうセリフを吐ける男をいっぱい作りたいなと。なるほど、ね、かっこいい男。確かに確かに、うん、なるほど、ね、確かに恵まれすぎなんだね日本人。確かに、ね、本当に。じゃあ次の質問にお願いします。私結構お悩み相談で、男性だったら勃起不全とか、はい、うん、女性だったらオーガズムに関するお悩みとか来るんですけど、はい、タカさんの場合はどういうお悩み相談が多いですか？僕の場合は何だろう、そんな狭くやっている部分ではないので、うん、まあ、恋人同士のトラブル、あー、なるほどですね、なるほどなるほど、はい、多いですね。うん、まあ、ズバリなんかいけないんですけどみたいな人はあんまりいないですね。方法を教えてくださいみたいな、そんな直球みたいな人はあんまりいないかな、うんうん、へえ、うん、男女関係のトラブル系が多いんですね。うん、そうですそうです。うん、はい、あとは何だろう、やっぱり、まあ、僕は LINE さんの中でやらせてもらってるんですけど、うん、やっぱりとっても素晴らしいものがこの世にできたなとも思うし、うん、逆に言うとやっぱりそういう恋人関係を聞くとなんか、LINE とかなければこんなこと起きないのかなって思うこともあります。あ、うん、だから便利なものって必ず同じぐらいなんだろう、失っていくものとかがおそらく文明の利器ってあって、うん、例えばもともと大昔はなんか親父が出ないように、はい、うん、なんか電話の前でバンしてる時に電話したりとか、何も予告しないで電話するとか、彼女のお父さんが、あ、もしもし誰だお前みたいな、はいはいはい、あちゃーみたいな、はい、そんな時代も大昔あったわけですよ、うん、そこにはでもなんかすごいその人間味とか、うん、お互いに好き同士が確かに一生懸命ハードルを越えながらお話をしようみたいな、はい、そうですよね、それって悪い光景じゃないじゃん、うん、でも LINE って言葉で、うん、あの文字で済んでしまう世界なので、そうですね、言葉も発しなくて済む世界になるので、はい、うん、でも言葉の前はだからお手紙じゃないですか、うん、文章で、だからある意味そこに戻ってんだよね。うん、で文章から電話という進化したものができて、今度話せるってなって、はい、
親父出ない時には何時みたいな、じゃあ7時から私電話の前で待ってるみたいなねのがあったりとか、でもこれは声が聞けるっていう、聴力を使えるっていうね。でも LINE ってまた文字打ち、要するに昔に戻ってるとも言えるね、進化してると。だからやっぱりなんかやり LINE のねやり取りのトラブルが多いんだけど、やっぱり僕思うんですけど、やっぱりどんなに物が進化しても世の中が変われど、男と女は会ってなんぼだと。確かに。だから例えばなんか LINE 3日来ないとすぐ電話来るんですよ、はい、彼氏さん3日来ない、それ忙しい時もあるからさ、遊んでる人じゃなきゃ仕事してたり疲れて寝ちゃえば1日ぐらい連絡ないよって。でもこういうものができたおかげで、そういうなかった悩みとか苛立ちを持ってしまうわけで、確かにそんなのありえることじゃないですか。だからいつも俺は言うのは、まあ LINE のやり取り1万通のね成果よりも1回ちゃんと会っていろんなお話をしたりね、ボディーランゲージがあったりボディーコミュニケーションがあったり、それは永遠に変わらないんだから。だからその1回2回ないとか LINE の1万通やっててもどれぐらいあった、いや1年ぐらいあった、いやそっちの方が心配でしょ。毎日連絡取れてます、最後いつあった、1年ぐらい前、いやいやそっちの方が大事じゃない、そっちの方が問題だよっていう。確かに確かに。だからそういうなんか根本的なことを、やっぱりこの文明の利器を使ってもタイトにその連絡を取れるようになったから、タイトに連絡を取れる方が重要だっていうふうに、もう思い込んでいる人たちが多いのは、ね、結構やなんか相談受けてて怖いなと思う、やっぱり人と人のことだから、はい、あってなんぼですよって、お目見てお話しましょうねみたいな、確かに。あとなんだろう、よくなんか LINE のやり取りを話すっていう人いるんですけど、話すっていう言葉にはごんべんがつくから、ね、言わないといけないわけで、口がつくわけでね、だからいやいや文字の打ち合いをしてるだけで話してないよっていう。確かにそうですね。でも今の人たち話すって言うんだよ、それ。だからこれもう一回小学校2年生ぐらいから国語の勉強し直そうって。LINE で付き合ったり別れたりとかもしますもんね、今の子たち。いやそれ付き合ってないって、だから。だからそれ勘違いだって言わないとダメなんだよ、だから。なんか彼氏いて見てください。おー、何回会ったの、いつ出会ったの、いやまだ会ってないですみたいな。いやいや、ありますよ俺も。怖って思うよ、なんか。それはなんかもう付き合ってるって言えることが怖とか思うんですね。確かに。なんか突然、これ私の親なんですって、会ったことないんですけどみたいな。それと同じだよ。確かに。どこにいる、いやなんかこの人が母親だって言われてみたいな。それと一緒だよ。なんかネット世界上では付き合ってるみたいな。本当は付き合ってない。いや俺はあえてそこは言うと、それは付き合ってると言わない。確かに。だからなんだろう、あと相談してて思うのは、やっぱり今の人たちって自分を守りたい人がすごく多いよね。要するにその恋愛をすることで自分を犠牲にしたりとか、あまりしたくない人が多いので、昔のお母さん世代よね、はい、あとは私が我慢すればいいんでしょみたいな、なんか、ね、そういう世代もいたかもしれないけど、今の人たちは自分たち犠牲になりたくないから、あえてだから、はい、友達ね、あんた友達ってもうくくりをつけると、友達のくくりに入れて、あなたは飯友ねとか、はい、あなたはアッシーねみたいな、はい、あなたは恋人よとか、要するにそのこう、きっちりこの付き合うのに、でも俺たちからすると昨日友達だったやつが次の日恋人になることのとかあるんじゃないのとか、ありえることなんじゃないの、まあ、確かにありえる、思うじゃないですか。でもそれがだから嫌なんだよね、今の人たちは。あ、友達がから違うみたいな。そう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 、だからもう完全に檻が決まっていて、4個ぐらいの檻があって、自分が用意したですね、セフレから付き合うのは違うみたいな。そうそう、だからセフレはだからセフレっていう檻に入れちゃうわけで、だからそこから恋人には移動しないわけで、恋人は恋人っていう、もう檻に入れるとか、お友達はお友達っていう、でも面白いな、じゃあお友達は何にもないのって、いや一回エッチしましたエッチしても友達なんだみたいな。確かに確かに。そうそうそう、なんか昭和の人間からするとちょっとそこはドン引きだけどね。うん、昭和の人間は一応エッチすると友達からランクが変わっちゃうから。どうなるんですか。いやだから恋人以上なんだろう、友達以上恋人未満。あ、でも今の人エッチしてもなんか友達みたいな。
言いますね。だからそれもだから自己防衛、ね、全部自己防衛な、うん、確かに確かに自己防衛なんです、うんうん、だからやっぱりそういうこう今時の恋愛事情分かると、うん、やっぱり何が大事だなのかみたいなのがやっぱりこう時代とともにこう変わってたり、自分もだから勉強になりますよ、うん、やっぱりもういいおじさんになってなかなか違う感覚とかもあるじゃないですか、うん、でもそれも今の人たちの話聞くと、あ、なるほどなって思うことも、うん、たくさんあったりして、うんうん、日々勉強ですね、うんうん、永久に、うん、終わりのない勉強みたいな、うんうん、あと5分前でなったので結構早いんですけど、はい、全然半分以上残ってない。1個選んで、結構言いましたよ、1個選んで最後、最後いい質問を、はい、いい質問を自分の中ではこれはいい質問だなと思うやつね、くだらねえと思われないやつね、俺にそれがなんか、まあ、あの自分でやってる授業のことだったりとか、そうですね、なんかあれば加藤隆さんはラブグッズに対してはどう思います？ラブグッズ、うん、使うのに対して、あ、女の子が、女の子はいいと思います、いいと思いますよね、はい、うん、僕は、うんうん、それはだからなんだろう、僕らなんかは例えばそのなんだろうな、あの認識の、うん、なんだろう、僕なんかね、その、うん、女の子がおもちゃ使ってそういうことしてるっていうと引く男いるじゃん、あ、いますね、だからそれってなんかね、俺なんかすごい民度が下がってる気がするんだよ、うん、そういうのを聞くと、自分のだから日本人って成長しねえんだよな、うん、みたいな、はい、でもよくなんか例えば僕ら撮影現場にいて、うん、ローションって必ずあるんですね、それは何のためかっていうと、それこそ指でしたりとか、うん、物を入れる時もそうですけど、うん、女の子を痛めないように常に使うわけ、うん、常に使うものなんですよ、うん、だからティッシュペーパーと同じぐらいの位置関係にいるわけね、うん、ローションって、はい、だってそんなもうカッサカサに乾いた指、はい、こんなガーンなんてやったら痛、はい、ーみたいになるじゃないですか、うん、だってしっかりきっちりこうローションを塗って、うん、痛くないようにしてこうやるものも、あのスキンをつけて、うん、でローションでこうやって、それは濡れる人もいるし濡れない人もいるわけだから、はい、まあ、万人のために常にそれはもうルーティンとして、うん、だからそんなものなんですよ俺たちからすると、常備品とか、いつも皆様お使いくださいねって、トラブルが起こらないようにって思うんだけど、なんかローションって言うとなんかあのお風呂場でなんかこんなことしたあー、そうですね、プレイみたいなことでしか使わない、ローションってそんな使いますみたいな、民度低いなお前みたいな低いですね、だからそれと一緒で、ね、だから例えばゼリー、そのローションっていうのは、うん、まあ、ちょっとアダルトグッズ寄りですけど、はい、でもちゃんと女性がそういう濡れにくい人用に、うん、潤滑ゼリー、あのそうそう、うん、リューブゼリーっていうちゃんと薬局で、うん、あの売ってんだよ、うんうんうん、薬局で売ってるものなんだよ、コンドームとリューブゼリーっていうのは、はいはいはい、だから厚生労働省が認可して、うんうん、薬局で売ってるものなんだよ、うんうん、で男のやっぱりそういう知識が足りないで、うん、だからそういうことを言うことはやっぱり日本人はやっぱりね、もっと恥ずかしいと思わないです、自分が遅れてるっていう恥ずかしさを考えないとダメだね、うん、今やもう女の子のためにあるような、はい、あれですよ、分野ですよ、はい、昔は男のおっさんがいたずら半分に使うみたいなグッズのイメージでしょ、うん、はい、今違うんですよ、もう、うん、全然男は置いてかれてるの、うんうん、男はお役に立たないから、はい、女の人たちは自分たちで勝手に自分たちの世界を作ってる、うん、でこれはやっぱり男はオスとしてやっぱり、ね、情けないことだと思って、もっと頑張ろう、うんうんうん、頑張りましょう、女の人がそういうところに、あの聞いてる方、うん、頑張りましょう頑張ろう、はい、うん、あと女の子のこといっぱい理解しよう、はい、うん、理解できないじゃなく理解しよう、うんうん、確かに、そしたらねもっとうまくいきますよ、研究を続けることが大事、そうそうそう、確かに、うん、知らねえよじゃなく、うん、何それっていうね、うん、さっき言った疑問符を持って、うん、自分で解決する、うんね、性に貪欲 にあら1分切っちゃった、あと9分、1分切っちゃいました ね、 切っちゃいましたねすごいね、うん、1分でできるカップラーメンないからいやでもなんか今日僕も自分で会社やってるんですけど、結構やっぱそういうこうどの業界でもやっぱ共通する部分、成功していくための考え方だったりとか結構あるなっていうところはすごい感じたなと、はい、性癖の話があった時とかに結構疑問を持つっていうことに関しては、成功しないやつは大体偏見ですよ、
ですね、どんなジャンルでもどんな世界でも、はい、みんな成功した人って偏見を壊していってる人ですよ、はい、先入観念とか、うん、偏見を持たないで進んだ人だけが成功してると思うんです、はい、じゃあ偏見なくしていきましょう、なくしていきましょう、はい、ということで、はい、今回はこれでさせていただくんですけど、また来ます、はい、またお願いします、はい、毎日このガラスの前で待ってます、お願いします、また来ていただいて、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。